私の名前はパニコ、45歳の専業主婦です。3つ上の夫の高尾と娘パニミと一緒にタワーマンションで暮らしています。高尾は開業医で小さな院の院長をしています。パニミは中学受験を控えたおませな小学6年生。お医者さんの旦那さんに賢い娘さんを持って理想的な家族ですねと周囲からも言ってもらえることもちょくちょくあるの。不自由ない暮らしでとっても幸せって言いたいところなんですが、実は最近夫の高尾について悩んでることがあるんです。高尾は交際し始めた当時、貧乏学生で医学部にも五郎で入ったほどの苦労人。もともとあんまり勉強が得意じゃない上に不器用だからね。その当時高尾を経済的に支えていたのは高卒で働き始めていた私でした。だから晴れて医者になることができた時には2人でお祝いしたんです。そしてお金を貯めて3年ほど前に小さな医院を開業。高尾が開業したのをきっかけに私は仕事を辞めて主婦になり、タワマンに住み始めたんです。でもその頃から高尾はなんだかとっても冷たくなっちゃったんです。お金がなかった頃の優しさも思いやりも開業して裕福になればなるほど忘れていくみたいにね。最近では朝起きるなり疲れた、仕事から帰るなり疲れた、ご飯を食べる前にもいただきますじゃなくて疲れた、そればっかりなの。私とパニミとの会話もなし、口を開けば仕事で疲れてる、夜勤があるわけでもないし休日は休みなのにまるっきり私たちの相手をしてくれなくなったんです。娘も私も寂しい思いをしていました。でもすごく稼いできてくれるし、何不自由ない生活をしていられるのは高尾のおかげだから不平不満なんて言えませんでした。そんなある日の夕方、スーパーへ行くとママ友から声をかけられました。ねえパニコさん、この前高級車の展示即売会に旦那さん来てたわよ。新しい車買ったんだ、いいな。え、そんなこと私知らなかった。あら、そうなの？じゃあパニコさんにサプライズでプレゼントしようとしてるんじゃないの？やだ、余計なこと言っちゃったかしら。羨ましい、さすがお金持ちね。そんなことは。その場は笑ってごまかしましたが、そんな話は初めて聞きました。高級車の展示即売会に行くなんてもちろん一度も聞いたことないし、そんな高い買い物をするって相談も一度もありません。ましてや私にサプライズで車なんて買ってくれるわけないもの。なんだかモヤモヤしました。だからその日の夜、仕事から帰ってきた高尾に思い切って直接聞いてみたんです。あのさ高尾、今日の夕方ママ友から聞いたんだけど。あのさ、その話重要なこと。え？俺疲れてんだよね。その話今する必要ある？創造性のある話なわけ？それとも儲かる話なわけ？疲れてる俺が聞いて気分良くなる話しようとしてんの？そんな。どうせくだらない話だろ、ママ友から聞いたって。どうせつまんない内容の噂話とかだろ。ああ、これだから学歴も資格もない嫁はくだらない。ひどい。どんな話なのか知らないけど、疲れてる俺にどうしても今しなきゃいけない話じゃないだろ。今日も疲れてるから寝る。待って、どうしても聞いておきたいことなの。なに、それでもしくだらない話だったら俺に相談料払えよな。俺は医者なんだぞ、患者はみんな俺に金払って相談に来るんだからな。ごめん、あのね、今日私ママ友に聞いたことが気になっちゃって。高級車の展示即売イベントであなたを見たって言ってたの。私がそこまで言うと高尾はわずかに体をピクッとさせました。はあ、それで？だから何？だから何って、また車買うのかなって。なんだよ、俺が稼いで金で好きなもの買っちゃいけないわけ？お前に報告する義務あんの？俺が稼いでんのに。でも高級車ってなると相当お金が必要になるでしょ。そんな大金使う時くらい夫婦で話し合ってとかさ。は？誰のおかげで飯を食えてると思ってるの？一銭も稼がないお前がよく俺にそんな口叩けるよな。でも
いきなり高級車買おうなんて、なんか…なんなの？もしかして浮気してんじゃないかとか思ってんだ。いいご身分だね。旦那に稼がせて、自分は友達と噂話で盛り上がってさ、帰ってきて食って寝て、旦那が帰ってきたら文句垂れて、毎日楽しいだろお前。何も考えないで生きてるもんな。当然楽しいよな。そんな。じゃあ寝るわ。ちょっと待ってよ。そんなに俺に盾つきたいなら、浮気の証拠でも何でも持ってこいよ。はあ、くだらない奴の相手でさらに疲れた。寝る。そう言って高尾はバタンとドアを閉めてしまいました。やっぱり聞かなきゃよかった。どうせちゃんと話なんてしてくれないんだから。結局高尾にそれ以上言及できないまま数ヶ月が経ちました。その間にパニミが中学受験に見事合格。高尾は仕事があって帰ってくるのが遅かったので、合格発表の夜はパニミと二人で豪華な夕飯を作ってお祝いしました。パニミ合格おめでとう。ありがとうママ。ママが協力してくれたからだよ。パニミの努力の賜物よ。ありがとうママ。中学生になっても頼りにしてるよ。そんな話をしながら夕飯を食べていると、ようやく高尾が帰ってきました。パパお帰りなさい。パニミが玄関までお出迎えしました。パパ聞いて、私合格したよ。ああでね、小学校の卒業式にパパにしてほしいネクタイなんだけど。疲れてるから明日にしてくれ。ん？そばで二人の話を聞いていた私は思わず話に割り込んでしまいました。ちょっと、娘が合格したんだからおめでとうの一言言ってもいいんじゃない？おめでとうくらい疲れてても言えるでしょ。仕方ないだろ、疲れてんだから仕事してやってんだからな。お前らのために仕事してやってるのは俺なんだぞ、分かってんのか。仕事ってこんなおめでたい日くらい。おいおい、誰のおかげで飯食えてると思ってるんだよ。またそれ。私が心底呆れ返っているとパニミがあっけらかんとして言いました。ママ私なら大丈夫だよ、中学受験なんてちょろかったし。そう言って私の手を引いてリビングに戻ったんです。高尾は結局私たちを避けるように寝室に閉じこもってしまいました。私がほとほと参っていると、なんとパニミが予想外のことを言ったんです。ねえママ、あの人必要？え？いらないじゃん。少なくとも私はいらないな。いるといない、どっちが人生楽しく自分らしく過ごせるかって考えてみてよ。私だったらぽいね。私はポカンとしてしまいました。パニミの大人で客観的的確な発言に思いもよらない心理をつかれ、私もうなってしまったんです。果たしてあんな旦那と生涯を共にしていていいのか。ずっと我慢して、ずっと下を向いて、ずっと蔑まれて、楽しく自分らしく、そんなことを忘れちゃってた。ずっとずっと私は疲れたと俺が稼いでやってるを聞き続けるの？パニミのためとかパニミにカコつけて自分一人で立って歩き始める勇気がないだけなんじゃないの？そう考えたら、なんだかこんな結婚生活アホらしくなっちゃったんです。そうだよね、答えは一つ。私は決心しました。そこで翌日すぐに探偵事務所と弁護士事務所のドアを叩きました。よくよく考えてみたら、高尾の行動は怪しいことばっかり。車があるのにさらに高級車を買おうとしたり、開業医で午前9時から午後6時までの診察のはずなのに夜遅くまで仕事だって言って帰ってこないとか、ツッコミどころ満載じゃないの。どうして早く気がつかなかったんだろう。調べ始めると、高尾が浮気をしている証拠はあっさり見つかりました。ある日探偵から連絡があり、高尾が浮気相手とホテルの高級ディナーを予約したという情報を得ることができました。そこで現場を抑え、現行犯で浮気相手との関係を把握してやることに。私が着々と計画を進めていると、突する予定のその日にパニミも一緒についていきたいと言い出しました。ちょうど春休みで家にいましたし、なんだかパニミもワクワクして盛り上がっちゃってるんで連れて行くことにしたんです。物陰から私とパニミ、弁護士、そして急遽お呼びしていたゲストが様子を伺っていると、高尾が最近購入した高級車でホテルの駐車場に入ってきました。そして助手席には若い女を乗せています。
浮気相手の名前はユミ。彼女は高尾の病院で受付をしています。高尾とユミが車を降りて手をつないでホテルのレストランに入っていこうとしたその瞬間、高尾の肩をパニミが後ろからガシッと掴みました。パパ、捕まえた。くるっとすごいスピードで振り向いた高尾。驚いて固まっている高尾に、私とパニミは顔を見合わせてクスッと笑っちゃいました。だってその顔ったら、まるでお化けでも見たみたいな恐怖の顔だったんだもん。そしてその後、高尾の顔がさーっと青ざめていきました。どうしてこんなところに。現行犯逮捕。浮気犯確保。ちょっと待ってよ。どういうことよ。弁護士さんも一緒よ。あんたの有責で離婚だから。は？待てよ。離婚って。当然じゃないの、浮気してんだから。おまけに娘にまで見られちゃって、父親失格ね、あんた。これはその。ユミはガタガタ震えています。そりゃそうですよ、ユミだって既婚者ですから。そんなユミにも言ってやりました。その浮気相手の女の旦那さんにも来てもらってるのよ。私がそう言うと、物陰からユミの旦那さんが登場しました。一目見てカンカンに怒ってるってわかるくらい真っ赤になってギュッと口を結んでいます。ユミはそんな旦那さんを見るなり、冷や汗をかき出して半泣き。そんなユミの腕をガシッと掴み、旦那さんはユミを無理やり車に乗せました。そして私たちに、後で連絡させていただきますと言い残し走り去りました。ああ、連行されていっちゃった。もうちょっとブサイクな泣き顔見たかったのに。高尾はようやくハッと我に帰り、私たちにすがってきました。違うんだ。これはその、俺はあの女に無理やり誘われたんだ。俺は嫌だって言ったのに。あ、この後に及んでこのクズ男、言い訳しようとしてきたんです。頼む。離婚だけは勘弁してくれって。ああ、無理だから。もうあんたが生理的に無理。そう。あんたがパパとか、もう無理。な。ママ、はっきり言っちゃいなよ。この際だから。もう遠慮することないって。そうね。あんたが医者になったのって、私の経済的な支えがあってこそよね。だから返してもらうわ。支えてくるのにかかったお金。そんな。3000万はもらうから。おい、そんな大金。その高級車売りなさいよ。今家にある高級車も売ってね。それから今のタワマンも売るから、あれ私の名義だし。ああ、慰謝料と養育費は別にもらうからよろしく。あ、嘘だろ。俺何にもなくなっちゃうじゃないか。ねえ、私も言いたいこと言っていいでしょ、ママ。どうぞ。パパ、医学部に入るのにご浪もしたんだって。あの地方の無名大学に合格するまでそんなにかかったとか。ダッサ。学費も働いてたママに払わせて、それでようやく医者になったのよね。私、ママが通ってた中学合格したけど、私の能力はママ譲りなのね。パパが低能とか恥ずかしいから消えてくれる？バニミ。私さ、ダサいパパとか無理なの。ママは可愛いけど、パパはブサイクなんだもん。ママはスタイルいいけど、パパはぽっちゃりなんだもん。ママはいい匂いするけど、パパは臭いんだもん。ママは何でもできるけど、パパは何にもできないんだもん。ママは肌が綺麗だけど、パパはニキビだらけなんだもん。ママは髪がツヤツヤだけど、パパはベタベタでフケだらけなんだもん。ママは一輪車にも乗れるけど、パパは自転車すら乗れないんだもん。恥ずかしすぎ。高尾は泣いてしまいました。こらこら、パニミ、正直すぎよ。ママにももう少し言わせてよ。はん、ごめん。ついいつも言えないこと言っちゃった。高尾、私、あんたが朝歯磨きしないところがまず無理。箸をグーで持つところも、大人になって人参とピーマン残すところも、みかんの皮さえ上手に剥けないところも、ジュース飲むとき毎回必ずむせるところも、食べた後のお茶碗にご飯粒がびっしり残ってるのも、食べたガムをそのままゴミ箱に吐くのも、医者のくせに爪が長くて爪の間が真っ黒なのも、ポテチ食べた手でリモコン触ってベタベタにするのも、ゴミの分別ができなくてゴミ箱に平気で空き缶と乾電池捨てるのも、もうほんと無理なの。泣いてる。そして私は最後こう言ってやりました。
あんたの愛するユミちゃんね、あんたの病院の金不正に使い込んでたわよ。あんた金づるだったのよ。ご愁傷さま。高尾はその場に膝をつき、おいおい泣いていました。その後、高尾は持ち物すべてを失いました。私に3000万円支払い、不倫相手とも別れました。私と高尾も、由美と旦那さんももちろん離婚。結果、高尾も由美も私と旦那さんの両方から慰謝料をがっぽり請求され、その返済に大変困っているそうな。由美は地方の実家に帰ったそうですが、結局両親から見放され、古びた旅館で住み込みで働きながら借金を返済しているとか。高尾は住む場所も失ったので、しばらく病院で寝泊まりしていたそうですが、今回のことで評判ガタ落ち。高尾の病院はしばらくしてから多額の負債を抱えて廃業しました。高尾は借金取りから逃げる生活、今は橋の下でホームレスをしているみたいですよ。一方、私とパニミは踏んだくった金で小さなテラスハウスに住んでいます。パニミは合格した中学校での毎日も楽しいみたいだし、高尾と離婚した後の方がすごく幸せ。離婚して本当に良かった。あー、すっきりした。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。